いいかなみんな、無回転のブレ先をコントロールする方法。面ずらしの無回転っていうのを教える。マジ有料級だから最後まで聞かなきゃ、損。まずは左に落とす無回転と右に落とす無回転を見てみよう。左にストーンっていくよね。こっちは右にストーンっていくよね。このボールの面のずれ方見て。これとこれ、明らかに違うのわかるよね。 ボールの面のずれ方によって、ブレ玉って、落とし先が決まるんだ。ブレて面がずれてるのではなくて、意図的に面をずらしてブラシしてるってわけ。縦に落としたい場合は面を縦にずらす。次はこれ。渦を巻くようにブレるブレ玉スクリューショットってやつだ。注目すべきポイントは、つま先の抜け方だ。下から側面に舐めるように抜けていくのがわかるだろう今の映像を見た通り、 ね、このボールに対してつま先を下の方に入れた。そして、こういう風に、舐めるようにスッと横に抜いてきたの。そうするとさ、ほら、ボールにこういう回転がかかるんだよね。これかけすぎたらダメだよ。かけすぎたらブレなくなっちゃうから。程よくくるくるっとね、面をずらしてくる。そうすることによって、渦を巻きながら、ブレたボールが飛んでいくってわけ。はい。ここでポイントとなってくるのが、蹴り方だよね。 無回転にもいろいろ蹴り方があるんだ。インサイドの面でまっすぐ押し出す。インサイドの面で斜めに押し出すとかね。インステップで蹴るとかいろいろある。でも、こういうのを蹴り分ける上で必要な技術。それがスレイブショット。細かく蹴り方知りたい人は YouTube チャンネルドサンコファンタジスタ TV のこの動画をチェックだ。例えば、インサイドっていうのは広い面なんだよね。面。 で、スレイブショットってどこで蹴るかっていうと、これが足だとしたらね、この骨の出っ張ったところ、ここの骨で捉えるの。つまり、点で捉えるんだよね。面で捉えるキックよりも、点で捉えるキックの方が精密なんだ。点で捉えるキックっていうのは、めちゃめちゃ技術が必要となる。点と、ボールの蹴りたいポイント、点と点を結びつける技術が、 っていうわけなんだよねプラスフォロースルーでそれらの面ずらしを調整するってわけ例えば蹴ったきにここの面が一切ずれないで飛んでいった場合は不規則にブレていくんだな僕が無回転のブレ先をコントロールする場合はまあ例えばだよ縦に落としたいっていう場合はここの面をね 三面から五面分ぐらいかな一、二、三、四、五ぐらいずらしてあげると、ヒューストーンって落ちていくんだよね。